マイクロソフトは24日新しい OS 基本ソフト Windows 11を発表しました現在の Windows 10が発売されてからおよそ6年ぶりの更新です This is the first version of a new era of Windows We're building for the next decade and beyond 今年の年末商戦から提供するこの Windows 11ではデスクトップ画面のデザインを変更し操作を素早くできるように従来は画面の左下にあったスタートボタンを画面下の中央に配置しましたその他、Google の OS、Android 向けのアプリも使えるようにします またアプリを販売するマイクロソフトストアではアプリの開発者がマイクロソフトに手数料を支払わなくても良い仕組みを導入します Apple や Google ググとの違いを鮮明にし開発者を呼び込む狙いです